中学公式の息子のグラブ選びに迷っています、はい、坂口さんのグラブにはどんなこだわりがありますかという。僕ですか。僕は特別なんか強かったですよね、はい、これもそうですね、お話聞かせてもらったんですけど、はい、まずでもやっぱ新しいグラブをはめてどうかっていうのは、僕はこういう顔といいますかね、こっちの顔、こっちから見た時の顔で、あとはまあ柔らかくて薄くてっていう、小ぶりでか、少し外野手だったら小ぶりでっていうのは、あのグラブのメーカーさんにはお願いしていつも作ってもらってました。結構オーソドックスな外野手のグローブって、はい、なんかいわゆるこう、ね、しっかり握るとか、こうですね、はい、坂口さんの使い方違いますよ。僕はもうこうなんですよね。こうなると言いますか。だからこんぐらい柔らかいんですよね。もう最初でこれはぐにゃーっと言ってますからね、はい。練習で1回ぐらいしか使ってないんですけど。こんな言ってますもんね。はい、もうここなんかもうぐにゃぐにゃなんで。そうです。だからなんか特徴的ではありますよね。これはもう好みなんですけど、僕はしっかり握りたかったっていう。いうのと、あとは柔らかい方が球際に強かったっていうことですね。ここなんかここが硬いのは球際でポンってボールが遊んでしまう感覚があるので嫌だったんで、柔らかいとこう吸収する部分があってこういう感じですけど、はい、長いからここで取れるとかはないと思ってもらった方がいいです。結構外野手のグラブは長いものを多いとか、はい、まあ、長い方が安心感があるみたいな話とか。そうですね。僕個人の意見ですけど、長いから取れるとかはほぼないと思ってて、まあ、本当にここで遊んでガーってなってこうやって取ったりここに引っ掛けるんですけど、こういうアイスクリームキャッチっていうんですかね、このまま収まってることってほぼなくてですね、絶対にこことかに引っ掛かってこうジャンプ着地とかで出てくる。でもこっからこのままこうやって投げにはいかないじゃないですか、うん、でかつこける時とかぶつかる時に落としたくないから、みんなこうやるんですよね、うん、だから長いからここで取れるわけじゃなくて、扱えるから取れるんですよね。自分のこうポケットという呼ばれる場所をしっかり作れて、自分のこの取るというストレスがない状態にグラブができれば、僕はもうそれだけでこっちのストレスがないわけですから、なんか良かったですよね。しっかり収まってくれるって思えばボールが遊ばないというか、しっかり握れる。だからなんかその子供さんがはめて、うわかっこいい、取りやすそうって思うグローブがまずは一番大事なので、はいはい、そこから柔らかくなれば、なんか自分の好みになってくるような気はしますけど、使いやすい。